出してね。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、というわけでね、ゴツプロの番組になっちゃいました、はい、ありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。ゴツプロです。ゴツプロです。です。ちょっと誰が喋ってるか、じゃあ自己紹介から始めましょうか。はい、じゃあまず大輔さんから。はい、ゴツプロ主催をやってます塚原大輔と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ順番的に私ですね。そうですね。どうぞ。ゴツプロの役者をやっております、はい、佐藤正和と申します。正和さん、正和さん。まあいいや。はい、それと、はい、作演出やっております山野海と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけでこの3人で今夜はお話をさせていただければなと思うんですけども。そうですね。まずね、うん、じゃあゴツプロっていうのはあんまりご覧になったこともない、うん、まあ、ことの方の方が多いと思うんで、うん、今回2回目ですからね。なんせね、ま、次2回目なんで、はい、どういう劇団かっていうのをじゃあ大輔の方からお伺いできますか。はい、まあ、ゴツプロ、まあ、去年、あ、今年の1月に、旗揚げ公演最高のおもてなしという作品を、はい、下北沢の駅前劇場で、はい、旗揚げ公演をしまして、で今回2回目の公演がまた下北沢の、うん、駅前劇場、これは第27回下北沢演劇祭の参加作品になるんですが、うん、男だけ、もう40代のおっさんばっか8人がメンバーです、うんうん、僕と、まあ、あとは先ほどの、佐藤正和さんと、はい、浜谷康之、泉友近、吉北川、中下元樹、渡辺忠、金安義之という、よく言えた、うんうん、素晴らしい、うん、この8人で、うん、がまあこう40過ぎなんですけどね、うんうん、こう稽古場が臭いね。圧倒的な臭さだよね、加齢臭がね。そう、そうだよ、割と無臭な人たちが多いぜ。いやだけどそれが8人も集まると、うん、無臭がさ、加齢臭、風呂入らない、あなたが言う話じゃないよ。何が、何がお風呂ってどうして入らないけない、週1で風呂入ろうが言う話じゃないよ。今日はやっと風呂入ってきた。そう、仕事の時は一応何日ぶりなんだっけ。3日ぶり。これ有名な話ですから。どうかしてるよね。どうかしますね。なんで意味わかんないも入る、うん、俺ら毎日入るよ。なんで俺も入るね。私エコだからさ、地球に優しいから。エコじゃない、人には優しくない。一応私あの女優やってるんで、あのあれですよ、あの誤解ない、あの仕事の時はちゃんと洗ってますからね。もちろんです。人様の衣装着るからね。演出も仕事ですから。そうだよ。あ、そうか、あ、そうか。でもほら別に人様の衣装着ないじゃん。いや着ないよ、てめえ様の衣装だよ。いや、そうなんだけど、ね、衣装の問題じゃなく、何稽古場が臭いの。そうだ、海さんが臭いっていうことだとすればね、うん、感じたことはないよ。あ、私か、うん、入るわ。もし俺らの稽古場が臭いと感じてるんだったら、うんうんうん、もしかしたら、うん、そうか、海さんの、あ、そうか、うん、入ってこ、匂ってきてんじゃないか。入ってこ、入ってこ、今回今年入ってこ。まあ稽古始まってないですけど、明後日からだから、明後日から入ってこ、入っていこ、そして今回の稽古は毎日お風呂に入ると約束をしてくれますか。そうだね、はい、まあ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 、まあ、の電波を通じて日本中で約束してくださいよ。まあまあまあ、まあ、そういう話は置いといて、はい、次行きましょう。いいですか。あ、そういう劇団なんですね。まあ、そうですね、おっさんたち集まっていいもん作ろうぜという、うん、劇団でございますね、うん、で、まあ来年の1月26日から第2回公演、はい、キャバレーの男を控えてる、キャバレーの男たち、ね、キャバレーの男たちを控えてるということで、まあその話を今日しに来た、うん、そうなんだよ、私のお風呂問題で話してる場合じゃないんだよ。でしばらく話そうか。もういい、もういい、ほんと正和さんごめんなさい。正和さん言い慣れないんだったら正和さん言わないでもらっていいですか。本当に何だか知らない。噛んじゃうからね。噛んじゃう。言えてないって。今日の朝始まったら。言いづらいんですよね。うん、そうなんですよ。うん、はいはい、で、まあちょっとまあキャバレーの男たちの話は、ちょっと後でまたゆっくりさせていただくとしまして、うん、そもそもでも、あれじゃないですか。山野さんも、うん、まあホリプロ所属でね、はい、女優さんとしても、はい、ご活躍されて。ありがとうございます。ね、まあ、はい、今回作演ということですが、はいはい、まあお二人、塚原さんとお二人の劇団、うん、もう所属している劇団ふくふく屋というね、はい、別の劇団もありつつ、はいはい、で私も今勇者よしひことかの作、うん、脚本監督やってる福田雄一主催のブラボーカンパニーという劇団を持ちつつ、うん、このゴツプロという劇団もまあやってるわけですよね。そうですね、まあ友近もね、そうですね、チーム地下っていう劇団、まあそれぞれ、ね、まあ、言ったらみんなそうなんですね。金谷剛之もそうですし、うん、浜谷もふくふく屋ですし、はい、なんということで、ただこれは劇団なんですかね。
コスプロは劇団なんですかね。なんか最初の話はなんかプロデュースみたいな匂いもしてたんですけど、うん、でもまあこんだけ、まあ、もうねもういろいろ決まっちゃってるんで。そうですね。前回のその最高のおもてなしという公演、今年の1月の公演が思いのほかお客さんが入っちゃったんですよね。ありがたかったね。1750声という ね、うん、ね、追加公演まで駅前劇場でやらせていただいて、うんうん、でもう盛り上がっちゃったんですよね。そうだね、単純に盛り上がっちゃったんですよね。やっちゃうぜって。じゃあもうこのままやっちゃおうぜということで、でもその1週間後ぐらいには、うん、あの事務所の物件探し始めましたよ。そうだね、そうだね。劇団かどうか捜査してるうちに事務所は構えてるっていうね。いや俺はちょっとそれどうかと思ってたんですよ、正直。うんうん、そのブラボーカンパニーという劇団があるじゃないですか。はいはいはい、はい、でそこもあの、ね、そうなんですよ、うんうん、ちゃんと自分たちで、うん、お金出して事務所をね、うんうん、借りてて、うんうん、この上ゴーツプロでも事務所借りて自分でまた劇団費払うのかと思って、うん、ちょっとやだなと思ってたんですけど、うんうん、もうぐい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 皆さんが進んでいくもので、もう勢い止まらなかったですね。でなんか下北の駅地下で5万でないかっつって、まあなかったっていう、ないよね、うん、ね。でも割といいところがね、いいところが見つかりました。そうですよ、もうね、下北はもう徒歩で行ける、行けるところで ね、 そうそうね、日当たりも良くて広くて新しくて、事務所を構えるという ね、なんかいろんなことがトントン拍子でこう進んじゃったんですよ ね、 ね、はい、そう、私の各部屋もね作っていただいて、そうそう、あの部屋っていうかね、押し入れを改造した感じの ね、 そ、 ね、 ね、それがね、あの第一のあのそうそう事務所を借りた、まあそうですよね、まあ山の武田信ね、うん、まあそうですね、武田信という名前で、そうですね、脚本家の名前は武田信と申します、うん、だけど山の海さんなんですね。そうですね、はい、うん、そうなんですね、落ち着いて、うん、あの本を書かせる環境を作りたいっていうのが、うん、まあ、うん、掘ったんですね。で結果本も書くけど住み着くっていうね。言ったら自分家よりも快適だっていう、ね、そうだね、酒飲んで下北あたりで酒飲んじゃ帰ってくるっていうね、事務所にね、だいぶいますね。そうだね。だいぶいますね、いつもいるよね、まあ、そんな場所を、うん、要は劇団なのかユニットなのかもふわふわしてる状態で借りちゃったと、うんうん、その他にもちょっとね、いろいろな活動がなんか膨らんできちゃったんですね、うん、そうですね、うん、で、まあ、ね、会社にもね、そうそうそうだ、そう忘れてました。そんなこんなでしてふわっとしてるうちに、うん、ゴツプロ合同会社っていう会社にしちゃった、法人化にしちゃいました。何にも分からず、そうだよね、法人化にもしちゃいました。俺らもハンコついちゃったんでね、あのなんつうんですか、定款っていうんですか、そうですね、なんかいろいろな、ね、1万円ずつ出せって言われてね、資本金8万円男8人のね合同会社だからね、ふわっとしてるうちにね、まあ、いいんじゃないですか、うん、そんなこともまあそうなんですよ、そう含めつつね、うん、やってみないと分かんないこといっぱいありますから、うん、まあだから40過ぎて、うん、今勢いだけで物を動かしてる、そうだね、うん、なかなか40過ぎて勢いだけで物を動かすっていないけどね。ないですね、うん、もうちょっと視力深い人が混じる はずなんだけど、そうだ、ね、でも誰もいないじゃないですか、視力深い人、いやーっつって、いやっつってイノシシみたいな、ね、イノシシみたいな、山から降りてきて合同会社にしちゃえ、事務所借りちゃえ、本当やめてもらえますか、音で言うとそういう感じ。この今年は2回声もやっちゃえ、ね、いやまあまあ大体の劇団もしかしたらそうかもしれないけど、うんうん、なぜかっていうと話の途中からもう大体酒が入っちゃってるから、そうだ ね、 ね、うん、加速しちゃうんだよね、加速しちゃいます。でもただうまくいくものってさ、そのトントン拍子にやっぱ何もかもが進んでっちゃって、うん、あこんなな、うん、後ろに帰ったらもうこんなになってたみたいなさ、うん、どうしてもなんかうまくいかない時ってさ、うん、やりたくてもさ何かが入ってきちゃってさ、なんかノッキング起こすみたいなのあるじゃない、うん、だからこれはこれ多分もう決まってる道だったんだろうなってちょっと私は皆さんを見てて思いますね、うん、そう、ちょっとね今年1年のその自分たちの足跡を見てみると、うん、確かにそういう感じ、ね、うん、うん、突き進んでいって、あ意外とうまいこと言ってるんだな、そう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 、その間にもほらいろいろあったじゃないですか、あの海さんで行くとね、うん、あのほら海さんがキョンキョンさん、小泉京子さんと一緒にやられた、そうですね、今年6月に安田顕さん主演で、うん、四谷怪談をモチーフに日の本一の大悪党っていうのを、まあ、私本書かせていただいて出演もさせていただいて、うんうん、おかげさまで観客動員もすごくてねえ、うん、満でしょ、満だね、あ 1万人超え、うん、だったと思う、あれは本田劇場と、本田劇場と、うん、神戸のオリエンタル、はいはい、なんだっけ、オリエンタル劇場、うんうんうん、と一応はそこだけだったんだけど、そうだっけ、そう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 、もっといろいろやってるのとかような気がしてた、そうそう、うん、ね、渡部豪太も出てくれたりしてね、ね、うん、でそのこのゴツプロの、浜谷康之っていうのが、うんうん、あの福福山にもいるんですけども、うん、そいつも一緒に卓越っていう役をやってくれて、
面白かったですね。いやいや、っていうかね、まあ僕らからしてみたら、うん、やっぱ小泉今日子さんっていうのはもうザ・アイドルじゃないですか、うん、そうだよね、そうだよね。その人と知らないうちにね、まあ海さんとはもう十何年の付き合いだけど、うんうん、知らないうちになんかお友達になって、知らないうちになんか舞台まで一緒にやり始めちゃった。2本目だからね。しかも小泉今日子さんは福福屋、うんうん、私の出演する福福屋で、あの駅前劇場出てくれてるからね。そうです。渡辺哲さんとね。ね、そう、哲さんとね、もう下北中がもうなんだかわかんない状態になったっていう、ね、だって駅前のさ楽屋あるじゃない、はいはい、あの窓のある方の、はいはい、あそこに私と京子さんが、まあ、隣同士だったんだけど、はい、あのこうやって普通に見てて、うん、彼女を 目で見ると、あ、普通に友達なのね、うん、何度かやねんっつって、うん、だけど鏡越しで彼女を見ると、うん、あ、小泉京子やる。慣れないね。慣れない。あれはすごいよね、うん、やっぱ駅前劇場にキョンキョンさんが現れた時の衝撃はなかったですね、うん、そうだね。でそれがご縁で2年後に、まあ、安田健さんも出て、うんうんうん、主役の家門やってくれて、はい、岩さんを京子さんがやってくれて、うん、で、まあ、浜谷も卓越で出させても、うん、私も梅亭役で出させてもらって、うん、で我らが姉さんのね、福島真理子。そう、福島真理子よ、メガネね、よ、マリコ。言っとかないと、ね、そうね、怒られちゃう、怒られちゃう、怒られるよ。いやでも今年で言うとやっぱあの作品大きかったんじゃないですか。大きかったね、うん、だってあれも10年前から構想があってどうしてもやりたくて、うん、だけど昔はほら貧乏だからさ、うん、その時代劇とかもできなかったのが、うん、でそれがまあ、小泉さんとお友達にならしていただいて、はいはいはい、で福福屋も出ていただいて、でその後で、あ、10年ってね、思い続けると夢って叶うんだなと思って、うん、ね、だからなんでその時は10年前なんでできないんだろう、こんなにやりたいのにって思ってたけど、うん、そのゲネプロとかバータリとかをね、うん、見てて、みんなそのまあ安田さんもそうだし小泉さんもそうだし、うんうん、あのスタッフの皆さんみんな見てて、あ、この人たちと出会うための10年だったんだなってすごく思ったのね、うん、だから10年かかったんだ、なるほどね、てか逆にこの10年でこれができたんだって思って、とても感慨深かったのを覚えてるね。いや、なんかもう本当、まあ、今年を振り返ってというか、まあ、あと何年かあと10年後20年後振り返っても多分今年1年のあの出来事っていうのは大きいよね。しかも、ね、今年はゴツプロで演出も初めてだ。そうだよね、まあね、作家はずっとやってるけど、うん、演出初演出を1月ゴツプロでやらせてもらって、うんうん、で10年かかった夢が6月に叶って、うん、でまた第2回の今ゴツプロのが稽古に入ろうとしてるって、うん、なんかまあ福福屋も、今年、9月だっけ10月か、これはいつだ、9月だった、福福屋の2人、9月だった気がしますよ。9月から10月に、ね、うんうん、やって、うんうん、そう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 、うん、それでいろんなことを、ね、福福屋も劇団創立以来の最なんて言うんですか、集客動員ね、1700、うん、ぐらい、あ、すごいね、そうなの、そうなの、へー。